東国原英夫氏、大麻問題で死刑、日本は分岐点に立っている、海外では合法化進む一方厳罰の国も。元衆院議員、元宮崎県知事の東国原英夫氏が28日 TBSK ゴゴスマ55SMILE 月金曜午 1.55 に出演。大麻取締法違反の罪で起訴された俳優永山綾人被告の初公判がこの日東京地裁で開かれたことを受けて、大麻に対しての私見を語った。検察側は大麻への依存性が認められるとして懲役6月を求刑。司会のフリーアナウンサー石井亮次が、合法化している国は地下に潜ってしまうから、合法化してということですかと聞くと、東国原氏はカナダなんかはそうです、地下に潜ってしまうより合法化してそこから税収を得て